私に何の用？わかってるわね。さて、そろそろ鍛錬の時間だな。もう。カリコロ？どうした？そんな怖い顔して。あいつがどこに行ったか知ってるか？あいつ？ああ、シャルロットのことか。家にいないなら林か湖畔じゃないか？チッ、のんきなもんだな。素性の知れない魔女がファルに取り入ってうちのねぐらないを自由に歩き回ってるんだぞ。カリカロはまだシャルロットのことが気に入らないようだな。当たり前だ。平和ボケしたお前に言っても無駄だろうが、あいつは危険な匂いがプンプンする。確かに怪しいところはあるが、ファルにもちゃんと稽古をつけてるし、今のところは無害じゃないか。とはいえ完全に信頼するのはまだはばかられるが。何かあってからじゃ遅いんだぞ。あいつはそのうち絶対に何かしでかす。さっさと連れ戻してこい。はあ、わかったよ。シャルロットと住み始めてからこんなお使いばっかりだな。新参者を目の敵にするのはカリカロらしいが、シャルロットの人を食ったような態度が余計二人の溝を深めている気がする。どうにかしないとな。とにかくまずはシャルロットを見つけるか。林周辺から当たって湖畔あたりまで探しに行こう。林にはいなかったから、いるとすればここだが。人の気も知らないで昼寝か。本当に自由だな。気配がすると思ったらゼフィーだったのね。おはよう。おはようじゃない、随分と探したんだぞ。いつもご苦労様。手のかかる迷い猫でごめんなさいね。謝るくらいならせめて出ていく前に一声かけてくれ。行き先を言うだけでもいい。謝るくらいならって、あなた私が謝罪した理由がまるで分かってないじゃない。どういうことだ？私は外に出ようと思って出ていくわけじゃないの。風が運んできた匂いに誘われたり、夢で見た景色が私を呼んだり。言っている意味がよくわからないんだが。気づいた時にはもう外にいるから、一言かけるのは無理ということよ。行き先も決まっていないことがほとんどだから、あらかじめ伝えることもできないし。だから謝ってるの。お分かりいただけたかしら？全部口から出まかせだろう。それ自由にも程があるぞ。猫は気まぐれなのよ。にゃー。やれやれ、こんな調子だからいつまで経ってもカリカロたちとの溝が埋まらないんだ。しかしさすがに頻繁すぎやしないか。何か原因が。あ、もしかして家に居場所がなくて疎外感を感じてるのか。疎外感？俺もここに住み始めた時はそうだった。特にカリカロがきつくてな。だから何か相談に乗れることもあるかもしれないぞ。はあ、何にも分かってないのね。違ったか、お前が何も言わないから分からないんだわ。すまない、女心は難しすぎてよくわからないんだ。女心？面白い表現を使うのね。今度はなんだ？
私に女心なんて残ってるのかしら。試してみましょうか。ここでゼフィーにキスをしてもらって、私がドキドキしたら女心があるってことにならない？何を言ってるんだ。真っ赤になっちゃって、若いわね。冗談に決まってるでしょ。よいしょっと。次はどこに行くんだ。あら、あなたが帰るって言ったんでしょ。フラッと出ていくくせに、俺が呼びに来ると帰るのもいつも通りか。一体何なんだろうな。置いていくわよ。ああ。さっきは否定されたが、なんだかんだで居場所がないのは寂しいだけなのかもしれないな。それが俺の勘違いだったとしても、一緒に暮らす以上放ってはおけない。よし、帰ったらカリカロたちとシャルロットの仲を取り戻う。何かできることがあるはずだ。ただいま。ここはお前のねぐらじゃないんだ。ただいまはいらないぞ。そんなこと言わないで温かく出迎えてよ、カリカロね。お前、私をバカにしてるのか。カリカロ、まずは落ち着こう。シャルロットの態度は今に始まったことじゃないだろ。ほう、お前はシャルロットの肩を持つんだな。一宿一般では済まないほどの恩を仇で返すとは。待ってくれ、そういうわけじゃ。あら、ゼフィーったら、ようやく私の誘惑に折れてくれたのね。誘惑？何を言ってるんだ、シャルロット。さっきご飯で私の唇を奪ったんだもの。考えてみれば当然の話よね。ゼフィー、見損なったぞ。違う、全くの出任せだ。シャルロットは俺とカリカロをからかっているんだ、わかるだろ。照れちゃって。あら、唇に赤い何かがついちゃってるわよ。拭き取ってあげる。やめろ、口紅なんてついてるわけないだろ。ほらほら、暴れると取れないわ。もう知るか、勝手にイチャコラしてろ。待て、カリカロ、話せばわかる。あらら、言っちゃったわね。なんであんなことを。ほら、早く追いかけて誤解を解かないと、家中に悪い噂が広まっちゃうわよ。別にあなたが誰と付き合おうと構わないけど、少し手が早すぎるんじゃない？妹の教育上、良くはないわね。唇を奪ったって聞きましたわ。そういう人でしたのね。最低。もう知らない。お兄ちゃん、モネ、がっかりなのです。他人のふりしてるんだから。話しかけんな。恋に早いも遅いもないというか、私は応援してるから、お幸せに。そんな事態だけは避けなくては。カリカロ、待ってくれ。うまく説得してね。応援してるわ。まったく、こんな調子じゃシャルロットとみんなの仲を取り持てるのはまだ先の話になりそうだな。空が白み始めたぐらいか。こんな早朝に誰か起きているのか。リビングの方からするな。大丈夫だとは思うが、一
一応安全の確認に行くか。今の後ろ姿、シャルロットだったな。こんな時間にどこに行くんだ。カリカロが起きる頃までに帰っていなかったらまた問題になりそうだな。追いかけよう。どうやら当てどころもなく歩いているだけみたいだ。朝の散歩がしたかっただけなのか。それなら俺も一緒に歩くか。ねぐらの近くとはいえ、一人で森を歩くのは危険だからな。なんだ、急に走り出して。まさか龍か。この音、間違いない。これで終わりよ。シャルロッタ、無事か？この通りよ。というか、後をつけてきてたならもっと早く駆けつけてくれてもいいんじゃない？気がついていたのか。それなら声をかけてくれればよかったんだ。だって散歩のふりをしたら一瞬で警戒を解いたあなたが面白かったから。まったく、そんなことばかり言っているからいつまでもねぐらに馴染めないんだぞ。あら、別に馴染む必要なんてないでしょ。これがシャルロッタの本音なのか。いや、まだそう決めつけるのは早いはず。それにしてもこんな早朝に竜に遭遇するなんてついていないな。それもこんなねぐらの近くでだ。あら、ついていないも何も、この竜はもともとこの付近をうろついていたわよ。少しずつここに近づいてきているようだったから。そうね、警戒していたの。そうだったのか。なら知らせてくれれば俺も警戒。いや、ミネッサたちを連れて竜狩りに行ったのに。それでもよかったんだけど、多分この子もともとこのねぐらの魔女だと思うのよね。なんだって、わかるのか。多分って言ったでしょ。暴走している竜にしては動向がおかしかったのよ。ねぐらの周辺には食料になりそうな動物もいないのに、この辺りをずっとさまよっていた。それがなんだかここに帰ろうとしているように見えたの。そんなことがあるのか。さあ、完全に竜になっていたとしても、もともとが魔女だったのだから、記憶が残っていても不思議じゃないかもね。そうか。気に病むことはないわ。あの竜に知性は感じられなかったもの。もしカリカロやミネッサに会ったとしても、何も認知できず、彼女たちを食べようとしたはずよ。なんとなく、どこかでこのねぐらのことを覚えていただけということか。きっとそうね。昔の家族に会いたいだとか、もう一度カリカロのシチューを食べたいとか、確固たる目的があったようには見えない。ただねぐらの近くでぼーっとしているだけなのよ。ここ数日観察していたから間違いないわ。なんでみんなに報告しなかったんだ。一人で立ち向かうなんて危険すぎる。そう？そこまで大きな竜ってわけじゃないし、追い払うくらいなら私一人で十分でしょ。竜に十分も何もないだろう。妹もいるねぐらなんだ。危険の芽はできるだけ早く摘んでおくに限る。もううるさいわね。この竜じゃなかったらさっさと報告していたわ。え？それってミネッサたちに気を使ったってことか。どうしたの？
お説教でもしようと考えてる？いや、その逆だ。お前にも優しいところがあるんだなって。優しい？みんなに報告して、もしラポネットが竜を狩りに出たら、元の姿がここのねぐらの魔女だと判明してしまうかもしれない。そうしたらミネッサたちは同郷の魔女だった竜を狩らなくちゃいけなくなる。きっと辛い思いをするに違いない。シャルロッタはそれを避けるために黙っていたんだろう。あのね、勘違いしてるわよ。私は別に。そう言われてみると、知性がないと分かった段階でミネッサたちを呼んで竜を始末してもよかったのよね。なんでもないわ、こちらの話よ。やっぱりミネッサたちのためだったんだな。ルルータの時の悲劇を繰り返さないようにしてくれたんだろう。違うわ。確かにあの妹、ルルータとか言ったっけ。あの子が死んだばかりだから、これ以上空気を重くしたくないと思ったのは事実よ。なら違わないじゃないか。バカね。ミネッサたちが悲しもうと苦しもうと関係ないわ。だって私はあの子たちの家族じゃないもの。ただ辛気臭いのが嫌いなだけよ。わかる？あくまで自分の住みやすい環境を守ろうとしただけ。これって照れ隠しだよな。ちょっと聞いてるの？ああ、聞いている。こんなにムキになっているシャルロッタは初めて見たな。なんだ、意外と可愛いところもあるじゃないか。気のない返事。誤解していい気になっているなんて滑稽ね。滑稽で構わないさ。見たことのない一面を見せたということは、それだけここに馴染んできたということだ。シャルロッタは一緒に暮らし始めて明らかに変わってきている。この調子ならいずれはみんなと仲良くできるんじゃないか。誤解だって言ってるのに満足げな顔しちゃって、はあ、つべこべ言う方がバカらしくなってきたわ。シャルロッタ、今忙しいか？見ての通り、興味深い本を読んでる真っ最中よ。暇とも忙しいとも言える状況ね。暇って言ってもらえると助かるんだが。バカ、こいつにそんなことを言ったら忙しいって答えるに決まってるだろ。あら、全然忙しくないわよ。暇すぎて死にそうだったわ。こいつ。時間があるならちょうどよかったですわ。私たち、あなたのためにケーキを作りましたな。ケーキ？どうして私のために？ゼフィーから聞いたわ。この前ネグラ付近に出没していた竜を倒してくれたんでしょ。やっぱりこの子も外れね。シャルロッタ、助太刀するぞ。つまりそのお礼にケーキを焼いてくれたってわけね。私が物を食べないって言ったにもかかわらず、その口はムカつくことを喋るためだけの装置か。食べないってだけで食べられないわけじゃないんだろ。こっちだって作りたくて作ったんじゃない。お前が勝手に退治したから仕方なく作ったんだ。それを食べないなんて言ったら殺すぞ。カリカロ、そんな風に言ったら感謝の気持ちが伝わらなくなるわ。シャルロッタ、もしよかったら食べていただけます？頼むからおとなしく食べてくれ。結構よ。なんだと？カリカロ、落ち着いて。お嫌いなら食べていただかなくても大丈夫ですわ。でも私たちの感謝の気持ちだけは受け取ってくださいな。ええ、
気持ちだけは確かに受け取ったわ。カリカラの怒りも一緒にね。もう用が済んだのなら私は部屋に帰るわ。読書をするなら静かで邪魔の入らない自室に限るわね。あいつせっかく作ってやったのに。しょうがないわね。私たちで食べましょうか。ええ、でしたら紅茶を入れますわ。ゼフィーも食べるのを手伝ってくださいな。ああ、いただくよ。でもその前にシャルロッタと話してこようと思う。こんな関係のまま一緒に暮らすのは良くないだろう。そうね。申し訳ないけどお願いできる？シャルロッタは私たちが嫌いというよりはただ距離を置こうとしているだけな気がするの。同意見ですわ。彼女が私たちを拒絶する理由が分かれば少しは歩み寄れるかもしれませんのに。ふん、あいつが素直に言うわけないだろう。どうせまたからかわれて終わりだ。そうかもな。とにかく二人で話してくるよ。少しはシャルロッタと距離が縮まったかと思ったが、それは俺だけだったみたいだな。しかし彼女がみんなと距離を置く理由か。確かにどうしてあんな態度をとっているんだ。どうぞ。ゼフィーでしょ。ああ、入るぞ。やっぱりあんな婉曲的な言い方じゃ伝わらないわよね。部屋で読書をするというのはしばらく一人にしてって意味だったんだけど。わかってる。だがお前だってわかっていただろう。ミネッサたちはただ単にケーキを食べてもらいたかったわけじゃない。感謝を伝えたかったんでしょ。的外れだったけど気持ちだけは受け取ってあげたじゃない。はあ、さっきの一件に関わらずお前には聞きたいことが山ほどあるんだ。例えば？そもそも食事を必要としない生き物なんていない。随分と基本的なところから始めるのね。生きてる以上食べることは必要不可欠だ。俺もミネッサもカリカロも魔女は普通に腹が減る。私は異質な存在なのよ。ミネッサたちが信用できなくて毒を入れられる可能性を危惧しているならそんな心配はしなくていい。あら物騒ね。毒なんて考えもしなかったわ。だったらどうして。あなたこそどうして。え、どうして私のことなんて気にかけるの。私は私で考えて行動してるだけだけど邪魔なら追い出してもいいのよ。ああ、答えられないの。お前が小難しいことを聞くからだ。俺はただ一緒に暮らすなら仲良くできた方がいいと思うだけだ。それが嫌なら納得する理由を聞かせてほしい。みんなが混乱してるのはお前が勝手な行動をするからでも食べ物を食べないからでもない。お前が何も言わないからだ。納得する理由ね。私不老不死なのよね。不老？不老不死だから今一番欲しいのは甘いものなんかじゃなくて安らかなる死かもしれないわね。それじゃあシャルロッタは年を取らず死ぬこともないということか。その話本当なのか。真面目な人をからかうのってどうしてもやめられないのよね。嘘をついたのか。どうかしら。いつものザレ事であるならそれに越したことはないか。何にせよ安らかな死が欲しいなんて言わない方がいい。嘘であっても趣味が悪すぎる。あら、でも考えてみて。もし魔女が不老不死になんてなったら
いつも置いていかれる側になるのよ。置いていかれる側？仲間の魔女たちの暴走を何百回も見て、それと同じぐらい竜になった魔女を殺して、感情なんて次第に擦り切れていくわ。そしてこれ以上仲間の死を見届けるくらいなら、いっそ自分も竜になって誰かに殺されたい、そう考えるようになると思わない？長い年月の中で一人きり、気づけば大切な人との思い出すらおぼろげになって、ついには消える。想像するだけで悲惨よね。ただの冗談にしては具体的すぎる。やはりシャルロッタは本当に。その顔、あのね、不老不死なんてあるわけないでしょ。だが、まああなたは駆け出しの魔女だから、そもそもそういう考え方はしないのよね。今のは魔女として生まれたものなら誰でもする妄想よ。魔女は小さい頃から姉の死を見て成長するから、つい哲学しちゃうのよ。死とは何か、逆に生とは何か。だから不老不死なんて魔女なら誰でも考えつくことなんだけど、あなたにはちょっと早い冗談だったみたいね。不老不死なんてありえないとは思うが、人間で男の俺が突然魔女になったんだ。何があってもおかしくないのかもしれない。冗談ならそれでいい。だがそうじゃないなら茶化さないでくれ。俺はお前の力になりたいんだ。シャルロッタが本当に不老不死ならニグラのみんなと距離を取るのも納得できる。わざと嫌われるような態度を取るのは、仲良くなってもいずれは死に別れるからなんじゃないのか。ちょっと、そんなに真面目に受け取られたらからかいがいがなくなるじゃない。だが、なんだか今日がそがれちゃったわ。ほら、今日はもうケーキでも食べて寝ちゃいなさい。お、押すな。追い出されてしまった。不老不死、本当に冗談なのか。冗談を言うにしては深刻そうな顔だったが、わかってるわね。掃除終わったぞ。ん？みんなで集まって何をしているんだ？お疲れ様。そろそろ情報屋さんが来る頃だから欲しいものを話し合ってたの。ジェフィーは何かある？欲しいものか、何かあったかな。ちなみにみんなはどんなものを買うつもりなんだ？私はブーツがくたびれてきたから新調するつもりよ。新しいネックレスが入荷されていればそれを買い求めますわ。ミネッサ姉が本を一冊買ってもいいって言ってくれたの。何がいいかな。モネはお花の種を買ってもらうのです。別に何だっていいだろう。私は季節のお菓子詰め合わせ。そんな感じでみんなバラバラだ。お前も何かあれば買っていいぞ。カリカロは買わないのか。いろいろあるんだが全部は買えないから考え中だ。情報屋が来てから決める。シャルロッタは相変わらず読書中か。ねえシャルロッタ。何？せっかくだからシャルロッタも何か買えば。欲しいもの何でも買っていいのよ。欲しいものね、特にないわ。じゃあやりたいことは？もっとないわね。ふん、つまらねえやつ。あら、
それじゃあカリカロ姉の欲しいものはさぞ面白いものなんでしょうね。言ったな。私の欲しいものはかなり面白いぞ。教えてちょうだいよ。ズバリ寿命だ。私不老不死なのよね。不老？不老不死だから、今一番欲しいのは甘いものなんかじゃなくて安らかなる死かもしれないわね。永遠の命があれば何でもできるぞ。どうだ、面白いだろう。はあ、バカね。生き物は終わりがあるから面白いのよ。もっともあなたには理解できないでしょうけど。お前本当に魔女か？残念ながら魔女なのよ。さてと、ファル、そろそろ稽古の時間よ。え？あ、もうこんな時間？すぐ準備しなきゃ。マネもついていくのです。カリカロ姉に作ってもらった木の剣持ってこなきゃ。救急箱も忘れずにね。なんだあいつ、言いたいこと言ってさっさと出ていくとか本当に性格悪いな。それよりカリカロ、妹の前で寿命の話を持ち出すのは良くないんじゃない？いずれは自分の運命に向き合わないといけないけど、今はまだね。そうだったな。ついあいつに面白いって言わせたくて。喧嘩するほど仲がいいって言いますものね。別にそんなんじゃないし、もうあいつのことはいいだろ。ほらゼフィ、何が欲しいか早く言え。そうだな、欲しいもの、欲しいものか。俺の欲しいものよりシャルロッタに欲しいものがないことの方が気になってしまうな。すごくわかりやすい顔してるけど大丈夫？え？シャルロッタのことで頭がいっぱいみたいですわね。この前シャルロッタと二人きりで話した時からそんな感じだな。まさかお前あいつといい感じなのか？そんなわけないだろ。なんというか、シャルロッタが気落ちしていたみたいだからどうにかしてやりたいと思っただけだ。何かをプレゼントでもして励ましてやれればと思っているんだが。シャルロッタに元気がないのは私も気づいてたわ。来た頃はもっとカリカロに絡んでいたのに、最近は静かだもの。言われてみれば口答えされる回数が減ってるような、そうでないような。だがあいつは欲しいものがないんだろ。料理も食べないしお手上げじゃないか。あら、それならお花はいかが？贈られて喜ばない女性はいませんわ。いいわね。シャルロッタのことだから素直に喜んではくれないかもしれないけど、心のこもったお花が嬉しくないわけないわ。あいつが見たこともないような花を送って驚かせてやればいい。それならいつもの文句も出てこないだろう。見たこともないような花か。ゼフィ、いいことを教えてやる。昨日食料を探している途中で魔力で突然変異した花を見つけたんだ。その花は湖の底にだけ咲くもので、ただでさえ珍しいやつだ。いいかもしれませんわね。あのお花なら見た目もとっても美しいですし。でもあの花は爪とすぐに枯れてしまうんじゃなかった？あ、そうだった。これであのへそ曲がりを感激させてやれると思ったんだけどな。そうか、残念だな。だが花を贈るのはいい考えだと思う。他にも何かいいものがないか探してみるよ。め
珍しい花について調べてみたわ。やはりシャルロッタを驚かせられそうなものはカリカロから聞いた花くらいしかなかった。こうなったら湖の底に咲いてる花を直接見せるしかないのか。見たことがなければ少しは喜んでくれるかもしれないし、しかしそのためにはシャルロッタも湖に入ってもらわなくては。なんだかプレゼントらしくないな。ダメだ、完全に行き詰まっている。読書でもしてさっさと寝てしまうか。この本はどこまで読んだんだったか。あ、これだ。これならすぐに枯れる花でもプレゼントできるんじゃないか。よし、早速明日試してみるとして、そろそろ寝るか。長い年月の中で一人きり、気づけば大切な人との思い出すらおぼろげになって、ついには消える。想像するだけで悲惨よね。あれはただの冗談で、シャルロッタが不老不死じゃなかったとしても、きっと多くの仲間と死に別れてきたというのは本当だろうな。そうでなければあんな顔をするわけがない。そんな悲しみを花を送っただけで癒すことなんてできるのだろうか。できると信じよう。ほんの少しの間だけでも悲しみを忘れられるように。ここに穴を開けて。わかった、これでいいか。そうそう。でその穴に飾りのリボンを通して完成よ。よし、できたぞ。バッチリね。それにしても積んだ場所ですぐ押し花にするなんて考えたじゃない。枯れてシワシワの花の押し花なんてやだもんね。ああ、これは枯れた花じゃダメなんだ。それにしてもファルが手伝うって言ってくれた時は驚いたな。何よ、私は別に。まあそうかもね。戦い方の稽古をつけてもらってるから、私も恩返しがしたかったな。先生としてのシャルロットはどうだ。とにかくわかりやすい。見た目は若いけど、まるで歴戦の魔女に教わってる感じ。歴戦の魔女か。どうしたの、ゼフィー。いや、なんでもない。それじゃあ、早速シャルロッタに渡してくるよ。このしおりと。日記帳ね。しおりと一緒にプレゼントするなんて、ゼフィーにしてはなかなか気が利いてるじゃない。愛の告白、うまくいくといいね。な、そういうプレゼントじゃないんだ、これは。カリカロもファルも、どうしてそっちの方面に話を持っていきたがるんだ。いいから行ってきなさいよ。うまくいくように応援しててあげる。まったく。まあ、ある意味ではうまくいってほしいんだけどな。気に入ってくれるといいが。シャルロッタ、いるか。俺だけど。どうぞ。いらっしゃい、ゼフィー。それで、その手にあるものは何？シャルロッタにプレゼントだ。ほら。プレゼントね。何の本かしら。
あら？日記帳なんだ。別につけろと強制してるわけじゃないが。それに押し花のしおり？林の近くの湖の底に生えてる珍しい花なんだ。ああ、そういえば最近突然変異したものが咲いていたわね。知っていたのか。さすがシャルロットだな。でも押し花にするなんて考えたわね。この花すぐに枯れてしまうのよ。だけどいきなりプレゼントをくれるなんてどういう風の吹き回し？何を企んでるのかしら。企んでなんていない。ただこの前不老不死の話をしただろ。不老…ああ、私の冗談のこと？まだ覚えていたのね。真実か嘘かはどうでもいいんだ。ただその話をした時のシャルロッタが辛そうだったから元気を出してほしくて。それでしおりと日記帳？ただの人間でも魔女でも関係なく、思い出ってだんだんと薄れていくものだろう。楽しかった出来事をたくさん綴っておけば、寂しい時に見返してその時のことを思い出すことができる。大切な人やその人との思い出も忘れずに済む。そう思ったんだ。なんだか気を使わせちゃったみたいね。それで一番素敵な思い出のページにこのしおりを刺しておけばいいってわけ？いや、それはシャルロッタがここのねぐらにいたことをずっと証明するものかな。ん？この花はねぐらの魔力で突然変異した花だから、世界広しといえど多分ここにしか咲かない花なんだ。シャルロッタがこのねぐらを出たとしても、このしおりを見るたびに俺やミネッサたちのことを思い出してくれたらいいと思ってな。何の意味もない想像かもしれないけど、考えてみたんだ。俺やミネッサたちが死んだ後も一人で過ごしてるお前の姿を、きっとものすごく寂しいだろう。そんな時俺だったらみんなと過ごしていた頃のことを思い出したくなると思う。そう。ただ無理やり押し付けたいわけじゃないからな。いらないなら受け取ってくれなくてもいいぞ。ケーキみたいに突っぱねられると思ってるのね。ケーキは私甘いものが苦手なのよ。でもしおりはあって困るものでもないし、日記はつけないかもしれないけどメモ帳ぐらいには使えるかもしれないわ。じゃあ突っぱねるだけの理由がないわね。よかった。バカね。くだらない冗談一つでこんなものまで用意しちゃうなんて。しかもわざわざ湖にまで飛び込んだんでしょ。意外と深くて驚い。あら、風？いや、今のは鼻がムズムズしただけで。はっくん。今日の日記の内容が決まったわ。え？花を取るためだけに湖に潜って風邪をひいたおバカさんがいるって。まだ風邪と決まったわけじゃ。はっくん。しょうがないわね。あったかい飲み物を入れてきてあげるから座って待ってなさい。え、もし風邪だったら看病してあげる。なんだか今日は優しくないか。いつもなら風邪がうつるから出ていけとか。無粋なんだから。それだけあなたからの贈り物が嬉しかったってことよ。あ、なんだ、シャルロッタの笑顔を見たら胸がドキドキして。やっぱり風邪か。こんな一日があるなら永遠の命も悪くないかもね。気のせいであればよかったが、これは間違いなく風邪のようだな。どうぞ。具合はどうだ？朝と変わらずってところだ。とりあえず栄養がつきそうなものを作ってきてやった。
食って寝て早く治せ。ああ本当に辛そうだな。他に何か欲しいものはないか。正直食欲もあまりないんだが。大丈夫だ、ありがとう。カリカロ、そうか、何かあったらすぐに呼べ。じゃあな。さて、いった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 。起き上がろうとするだけで関節がズキズキ痛む。こんなことで音を上げるとは鍛錬不足だな。騎士団にいた頃より軟弱になったのかもしれない。またカリカロか。どうぞ。こんにちは。大変そうね。シャルロッタ、珍しいな。そういえばあなたの部屋を訪ねたのは初めてかしら。ふーん、こんな部屋なのね。何か用か。ちょっと様子を見に来ただけよ。どうせ起き上がるのも辛いんでしょ。仕方ないから食べさせてあげるわ。この椅子借りるわよ。いや大丈夫だ、一人で食べられいいから寝てなさい。魔女の風邪は人間の風邪とは少し勝手が違うのよ。そうなのか。目には見えないから気づきにくいでしょうけど、魔女の体には常に魔力の負荷がかかっているわ。元気な時は何でもないんだけど、発熱して体が弱っている時は負荷に負けてしまうのよ。だから起き上がるのにも一苦労なのか。よかった、とりあえず鍛錬のメニューを増やす必要はなさそうだな。それに前に言ったでしょ、風邪になったら看病してあげるって。ああ、あれは冗談じゃなかったのか。今からでも冗談にできるけど。いや、頼む。魔力の負荷のことを知ったらさらに体が重くなった気がする。でしょうね。じゃあ顔だけこっちに向けてくれる。ああ、今日は妙に優しいな。もしかして夢でも見ているのか。助かるよシャルロッタ。ええ、どういたしまして。今は何の味もしないでしょうけど、食べないことには始まらないわよ。物を食べないお前が言うと面白いな。あなた風邪の時の方が口数が多いんじゃない。ああ、そうか。きっとシャルロッタがしっかり受け答えをしてくれるからかもしれないな。普段はからかったりごまかしたりしてるものね。やっぱり自覚はあるんだな。ちょっと何？どうしたの？ああ、ただの関節痛だ。関節痛って大げさね。思わずびっくりしちゃったじゃない。すまん、笑ったら痛みが走って。それよりお前が驚くなんて珍しいじゃないか。そう？ああ、普段は何を考えているのかよくわからないからな。多分あなたがくれた日記帳のせいよ。え、どういう意味だ？自分の日記を読み返すと、普段は意識していない自分の心の動きを知ることができるの。カリカロのものの考え方に驚いたり、ラポネットの言葉遣いを不思議に思ったり、ミネッサの妹への接し方に慈しみを感じたり、日記を書き始めて自分の周りにはこんなにも感情が飛び交っていることを思い出したのよ。気づいたではなく思い出したか。だから不完全ではあるけど、ちゃんと驚けるようになったの。不完全？さっきはゼフィーのうめき声に対して反射的に驚いたけど、
自分が驚いた実感は湧かないの。まだ完全には自分の感覚が覚醒していないのね。人ごとのように感じるのよ。つまり前はもっと感情に疎かったのか。道理で何を考えているのかわからないはずだ。こんな中途半端な状態になったことをあなたのせいというかおかげというかは難しいところね。少なくとも俺はいいと思う。感情が豊かなシャルロッタの方がきっと可愛い。今なんて言ったの？あれ、今俺おかしなことでも言ったか。意識がちょっと曖昧になってるな。そろそろ寝た方がいいらしい。食べさせてくれてありがとう、シャルロッタ。うん、その前に関節痛を取ってあげるわ。関節痛を取る？ええ、よいしょ。あ、おい、何を。待て、ベッドに乗ってどうするつもりだ。だから関節痛を取ってあげるって言ってるでしょ。な、何？一体何をする気なんだ。熱はどうにもならないけど痛みなら和らげることができるのよ。治癒魔法。確かに少し楽になった。治癒魔法って風邪にも効くのか。そんな魔法があるなら最初からカリカロがかけてくれそうだわ。長いこと魔法に関わっているとこういう使い方もできるようになるのよ。これは魔法が効いてきたせいか、少しずつシャルロッタの重みや触れられている感覚が鮮明になってきた。かなりまずい状況なんじゃないか。待て、シャルロッタ、それぐらいでいい。もうだいぶ良くなってきた。じゃあ最後にもう一回。痛みは完全になくなったが、なあ、治癒魔法をかけてくれるのは嬉しいが、お腹を撫でたり、その触ってくるのは必要なのか。もちろん、そうじゃなかったらわざわざまたがったりしないわよ。わかったよ。次は洗濯物を取り込めばいいんだな。こんなところかしらね。まだ痛い？ああ、大丈夫だ。精神的にはかなり厳しかったがな。あら、さっきより顔が赤くなってるわね。いや、これは、その…熱が上がったのね。氷を取ってきてあげる。すまない。もしかして、シャルロッタは他人の感情に対しても疎いのか？そうでなければ、男に対して急にあんな…それに本当に熱が上がっただけだと思っているようだったしな。これからの生活でも気をつけないといけないな。とりあえずさっきのことで顔が赤くなったのがバレなかったのは幸いだったかもしれない。甘い匂いがすると思ったらケーキを焼いているのか。相変わらずいい匂いだな。なんだ、ゼフィーか。今呼びに行こうと思ってたところだ。ケーキの味見か。違う、お前も一緒に作るんだ。え、俺はケーキの作り方なんて知らないぞ。
わかっている。だからお前には最後に果物を乗せる大役を務めさせてやる。はいはい、ちょっと通るわよ。ファル、果物を落としてるわよ。ミネッサ、クリームの硬さはこれくらいでいいかしら？うん、もうちょっとね。泡立て器を抜いた時に柔らかい角が立つくらいよ。飾り用のお砂糖はここにあるのです。ゼフィ、邪魔、どけよ。今日は姉妹全員でケーキ作りか。そうだ、シャルロッタのためにな。いや、でもこの前断られていたじゃないか。だからリベンジするんだ。あいつも妹とゼフィーが一緒に作ったと言ったらさすがに断らないだろう。それに今度こそ礼を受け取ってもらわないと私の気が済まない。またシャルロッタに何かしてもらったのか？ああ、というか最近おかしいんだあいつ。妹に稽古をつけるだけじゃなくて遊び相手になってやったり、気が向いたら果物の収穫に行ったり、それに私に永遠の命もいいかもと言ってきたんだ。永遠の命？ほら、欲しいものの話をした時にそんな話をしただろ。永遠の命があれば何でもできるぞ。どうだ、面白いだろう。はあ、バカね。ま、生き物は終わりがあるから面白いのよ。もっともあなたには理解できないでしょうけど。わざわざ私の部屋まで訪ねてきたものだから、永遠の命について小一時間ほど語り合ってしまった。楽しい時間だったけどちょっと気持ち悪かったんで素直にそう言ったら、ガーンという反応をされた。あいつがガーンだぞ、考えられるか？それはまた分かりやすいな。まだ感情表現がうまくできないみたいだな。お前一体何をしたんだ？というかあいつに何があった？ああ、それはカリカロネ、大変、シャルロッタが帰ってくる。なんだと？あと1時間は湖畔でブラブラしてると思ったのに。シャルロッタが来たらまずいのか？絶対に逃げられたくないからサプライズにするんだ。よし、お前が行って時間稼ぎをしてこい。家に入れるなよ。わかった。あら、ゼフィ、どこかへお出かけ？いや、そういうわけじゃないんだが。よかった、間に合った。そうだ、カリカロから聞いたぞ。妹と遊んでやったり果物の収穫を手伝ったりしているんだって？ええ、そうよ。だってそうでもしないと日記が書けないんだもの。日記？最初は目に映るものを書いていたけど、だんだん書くことがなくなってきたから自分で作ることにしたの。なるほど。思い出を綴ってほしいとは言ったが、まさか綴るために思い出を作るとは。面白いな。ふん。ん？何を書いてるんだ？というか、いつも日記帳を持ち歩いているのか。今ゼフィーに日記の書き方を話したら、面白いと言われたことを日記にしているのよ。人の面白いという感情は興味深いもの。そうか。この前カリカロに気持ち悪いと言われた時に驚いてみせたら面白いやつだと言われたわ。私はそんなつもりはなかったのだけど、人の感情ってよくわからないものね。いろいろと不器用だけど頑張ってみんなとコミュニケーションを取ろうとしているんだな。あ、日記帳が。ああ、俺が拾うよ。それにしてもすごい突風だったな。お、ここでの暮らしも悪くない。
特にゼフィ。一瞬俺の名前が見えたな。ほら門を落とすなよ。私が何を書いてるか気になるの？え？拾うときにじっと見ていたでしょ。ああ、俺の名前が書いてあるのを見てどんな内容なのかなと。いや、日記の内容なんて聞くべきじゃないよな。構わないわよ。え、しかし隠しながら書いているものを見せろというのは。別に見られるのが嫌で隠してるわけじゃないの。ただ自分が書いているものに自信が持てないだけ。自信？その感情が本当に正しいのか、それとも勘違いなのか、読んだ人がどう思うのか。感情って思い出したら思い出したで厄介なものよね。今までは誰に何て思われようと気にしたことはなかったのに。でもただそれだけよ。知りたいなら教えてあげる。じゃあ教えてもらおうかな。読むわね。ここでの暮らしも悪くない。特にさっき俺が読んだページの一節だ。特にゼフィーと過ごす時間が一番気に入っている。そんなに驚くことかしら。面白い顔が見れたわね。なあ、それってあ、ゼフィー、もう大丈夫、準備 OK よ。あら、何が大丈夫なの？説明するより見せた方が早い。行こう。何か作ってるなら服が汚れるから嫌よ。よく帰ってきたな、シャルロッタ。とりあえず座れ。今紅茶を入れますわね。お皿の色は黄色と緑、どちらがいい？黄色かしら。よし、じゃあその黄色い皿にじゃーん、ケーキだ。確かにこれはケーキね。つまりまた私に感謝の気持ちを伝えたいのかしら。なんだ、文句あるか。今度は気持ちだけではなくケーキも受け取ってほしいですわ。私も作ったんだから嫌とは言わせないわよ。一口でもいいから食べてほしいのです。まあせっかく作ったんだし食べてほしいよな。味には自信があるからお願い。おっと、ゼフィ、お前の大切な役割を忘れてたぞ。ほら、果物を乗せろ。ああ、というわけでシャルロッタ、俺からも頼む。みんなで作ったケーキなんだ。いただくわ。シャルロッタ、まだよ。俺の記憶が正しければ。ケーキは、私、甘いものが苦手なのよ。甘いものが苦手なはずなのに、みんなの気持ちを考えて無理しているのか。どうだ、うまいだろう。ええ、おいしいわ。頑張って作った甲斐がありましたわ。あなたたちは食べないの？いつも楽しそうに食べてるじゃない。そうね、それじゃあみんなで食べましょう。はーい、いただきます。みんなで作ったケーキだからな。ほっぺが落ちちゃうのです。うめえ、おかわり。ファルったら口の周りがクリームだらけだわ。シャルロッタ、
嬉しそうだ。無理をしているわけではなさそうだな。あ、うん、これは確かに美味しいな。シャルロッタ、ケーキのこと日記帳に何て書くんだ？そうね、みんなと食べると幸せな味がしたかしら。